はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はアサヒの、ホップ香るピンクのビアカクテルです。これイオンで売ってましたね。数量限定です。発泡酒です。糖質 50% オフ。無果汁のアルコール度数 4%。ハーブとして用いられるローズヒップを使用。野原の赤い果実です。原材料が麦芽エキスとホップと糖類と食物繊維と大豆タンパクと酵母エキスとローズヒップ果汁パウダーとアントシアニン色素と調味料カッコアミノ酸と甘味料です。いろいろ入ってんな。それでは飲んでいきましょう。いやー、風邪をひいてしまってですね。2日間ちょっと寝込んでたんですが。38度7分出て。一応ね、事前にね、インフルエンザのワクチンは打ってあったんで、インフルエンザではないと思うんだけど、乾杯。なんかちょっと酸っぱいような。寒い。寒いっていうか、冷たい。あんまりね、こういうのね、寒い日は飲みたくないんですけど、今日はね、深夜、まだ深夜、10時なんですけど、まだ6度もある。昨日なんてマイナス行ってたからね、マイナス1度とか言ってたからめちゃくちゃ寒かったんですよ。だから今日は全然あったけえわ。違うな、やっぱな。だいぶ。今日はあったかかったわ。微妙。微妙だな、これな。いやー、きつかった。もう寒気がすごいんだよね。ああ、超寒くてさ。まあ、そりゃそうですよ。だって、あれだもん。普通にマイナス1度とかだもん。最低気温マイナス1度で、最高気温2度ぐらいですからね。今。寒すぎる。どこがね、暖冬だと。誰だ言ったやつはと。出てこい。俺が、直接、電話で、クレームつけてやるわ。という話です。本当に、ふざけやがって。おかしすぎるぜ。炭酸がきつい。結構。きついっていうか、なんか痛いな。なんか喉が痛い。炭酸がきついぞ、これ。ちょっと酸っぱいね。ホップの香る、ピンクのビアカクテル。ローズヒップっていう、まあ、ちょっとなんか、酸っぱい。ベリーっぽい。寒い日はやっぱね、こういうのは飲みたくないんですけどね。正直。
ビールとかが、ビールとか、あと、なんかロングドリンクとかね。ロングカクテルとか、飲みたくないんですけど。まあでも、寒くても喉乾くときがあるんで、そのときはな、まあ、飲みますけど。微妙だな、これもな。今日は別にそんなに寒くないからまあいいとしても、ガチの寒い時はもうマイナスとか言ってるからさ、寒すぎてさ、もうこんなもん飲んでられないんだよね、本気で。普通に布団に入っても寒いから、もうやべっすよ。でも寒気がするともう、やばいよね。特に。寒いだけはまだしも、寒気がすると、本当にね、冗談抜きでね、死にそうになりますね。本当に。もうね、寒ってなってね、もう震えながらね、なんかね、でもね、なんか知らんけどね、体温は高いんで、汗かくんですよね。それで汗びっちょりになって、で、結局汗びっちょりになると、結果として冷えるじゃん。だから、それでまた冷えるんだよね。また寒ってなるんですよ。だからちゃちゃっと着替えて、もうやってたんですけど。参ったね。ということで。コクなし。コクなしの、僕はほとんどないな。こんなもんにコクはない。これが消えない。甘みもなし。ほとんどなしの香りはまあ、これおすすめしません。1、2、3、2です。ご視聴ありがとうございました。